こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。今回は刀の丸ベンサですね。ビクトリアマイルか。自走期待できそう。ベストバ体重は478キロ。だいぶバ体はいい感じですね。何かご用でしょうか。ん？いや、ビクトリアマイルは距離が足りないよ。サツキ氏は3着でした。オークスだ。オークスに出るんだ。え、なんで？なんでオークスに登録できないんだ、この馬。あれ、コパだったっけ？いや、サンシャイバだろう。え、なんで？あ、ごめん、オス馬か。ダービーです、次は。で収穫。プレゼントが届いています。プレゼントのお知らせ。電動馬シリーズ。まあ、重くなったのは電動馬シリーズだけじゃないんだよな。で、ガチャか。ディープサンクな。なんだち。うん。ワールドホースガチャ10回。お。SSR 以上が出るぞ。何が来る？マジックナイト。これ初登場かな？マジックナイトは初登場ですね。アーモンドアイガチャ。鮮烈な引退をしましたね。あ、ダメだ、これは。うん、欲しい。SRまで。さらに、デイリーガチャです。コインはどんどん使っちゃいましょう。メダルがたくさんもらえるんですよね。なんでメダルを課金ってほぼいらない。課金するんだったら、あの制限を解除したりっていうのがいいと思う。まずまずですね。普通買い場。なるほど、ビールか。まあ、そんなことよりは、あの、スカイプですね。さあ、ダービーの週。ご存知ですか？マイナス6キロ。スタミナ？中長距離だからな。勝負根性は S。 S って極端に高いわけじゃないですよね。大根か。いい感じですね。ん？ 2 キロ足りない。あー、ちょっとどうなのかな。
ジョッキーは？和田龍二は騎乗馬なしだけどな。内パク言い合いやめましょう。さあ、これで、東京優秀日本ダービー登場です。ダービー馬になれるか。なんとかここで勝ってほしいですね。お、一番人気だ。アドミナブル、スワブリチャード、まあ、強いですね。どの馬もアルアイン、レイデオロ、アドミナブル。というわけで、勝ちましょう。勝ちに行きましょう。日本ダービー東京優駿です。ダービー馬のオーナーになるのは一国の。スタートを切りました。この晴れの舞台に進んだのは12頭、その中から頂点を極めるのはどの馬か。さあ何が行くのか。3番マイスタイルが上がってまいりました。それからダンビライト、その後ろ3馬身くらいあって、4番アルアイン、それからアドミナブル、スワブリチャードがそのうちにいます。そして6番手にカデナであります。外から1頭、12番ベストアプローチ、第1コーナー左にカーブを取って、第2コーナーその内からはペルシアンナイト、そしてその後ろから強兵カタノマルペンサ、ほとんど馬体が合っています。2番サトノアーサー、しんがりからレイデオロ、流れるようにレースが展開されています。3番マイスタイルがレースを引っ張るようになりました。これを追って9番ダンビライト、ちょっとばらけてきました。4番アルアイン、アドミナブル、スワーブリチャード、そして6番手に11番カデナであります。その外からは12番ベストアプローチ、それからもう1頭5番ペルシアンナイト、強兵もう1頭カタノマルペンサ。さあ第3コーナーに差し掛かります。3コーナー、2番黒い馬体サトノアーサーであります。そして外からはレイデオロ。さあ先頭の方はどうなっているか。3番マイスタイルが先頭です。これを追って9番ダンビライト、レイデオロが仕掛けた。過酷なコースを走り抜き、ナイトも行きます。ダービーの称号に輝くのはどの馬か。もうコーナー回った。マイスタイルが頑張っている。内田飛んだ、内田博之のカタノマルペンサ先頭、横山とマイスタイル、ベルシアンナイトが差を詰めてきた。ベルシアンナイトを追い詰める。ベルシアンナイトが間から抜け出した。来たよ、怖い馬が来た。7番のカタノマルペンサだ。内を通って、伸びがな、見なく切っている。どうだ、前は遠いか。アドミナブルが遠い。カタノマルペンサが外から飛んできた。粘った粘った、アドミナブル、アドミナブル1着。アドミナブルは遠かった。アドミナブルだ。2着はなんとかキープしたんですけどね。なので、アドミナブルは遠かったです。次は頑張りましょう。仕掛けがな。確かにじり足なんですよね、この馬。差しが1番なんだけどな。放牧、何かご用でしょうか。確かにあの皐月賞よりは着順が上がりましたが、2着でしたね。菊花賞頑張りましょう。ご存知ですか。はい、というわけで残念ながらですね、あのダービー、まあ1頭が遠かったと、本人もやっぱりじり足タイプということで、
この辺はやっぱり世代を重ねてですね、強くしていくしかないのかな。多分プラスになった時に世代重ねがのご存知ですか、能力プラスがリセットになってるんでね、また強くしていかなければなりません。ぜひ応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。